SCP-2702 のオープニングのスクリーンショット。映っているのは SCP-2702-1。アイテム番号。SCP-2702。オブジェクトクラス。ケテル。特別収容プロトコル。すべての検出された SCP-2702 の放送または記録は傍受され、パブリックビューイングから遮断されます。SCP-2702 に露出移した民間人2白ラス B 記憶処理を施して解放します。すべてのエピソードは保存され、さらなる研究のために調査されます。記録された SCP-2702 エピソードの視聴にはレベル2職員の承認を必要とします。SCP-2702 において行われた実験を再現する試みは、レベル4職員2名に承認されなければなりません。説明。SCP-2702 は、アブノーマル教授のサイエンス、ラボ、というタイトルの、業務機は子供向けの教育テレビ番組です。SCP-2702 の最初の放送は199に検出されました。信号の三角測量を通して放送元を特定するための全ての試みは、これまでのところ成功していません。全ての放送は、大陸の異なる3箇所から同時発生していると思われます。放送は、以上の言語で世界的に検出されており、エピソードはオンライン動画共有サービスとファイル共有サイトでも発見されています。番組のホストを務めるのは、白衣と安全ゴーグルを着用した中年の白人男性 SCP-2702-1 であり、放送においては、アブノーマル教授、と呼ばれます。各エピソードは、様々な異常現象の教育的な概説を行おうとするものです。いくつかのエピソードはそれ自体が異常と言えるものですが、毎回のように異常な出来事の映像が含まれています。SCP-2702-1 はいくつかの異なる異常性質への高度な理解力を持っているだけでなく、財団と地球全域の様々な要地優位団体に関する機密情報を保有しているかのように思われます。SCP-2702-1 はユーモラスな口調で説明を行い、非常に複雑かつ技術的な情報は可能な限り簡潔に伝えようとします。SCP-2702-1 は多くの場合、様々な異常現象を実証する実験を行い、時には視聴者に対してそれらの実験を試みるように奨励します。SCP-2702-1 に加えて、通常は様々なゲストキャラが実験に加わります。放送においては SCP-2702-2 と指定されたキャラクターの、ロボ、プレスコット、が頻繁に登場します。SCP-2702-2 は純粋な知性あるオートマトンと考えられます。エンドクレジットが各エピソードの最後に流れます。名前が挙げられた個人や組織の情報を見つける試みは今のところ成功していません。オープニングタイトルの後、実験室のセットに場面が映る。SCP-2702-2 が背景に見える。カメラは白い防水シートをかぶせられた黒板にズームする。SCP-2702-1 が画面右から入る。やあ、ピビッコ眼球社の諸君。今日はミームの話をしようか。ミーム、という単語が装飾的な紫のフォントで画面上に現れ、フェードアウトする。ミームとは一体何なのか？簡単に言えば、君の考え方に影響を与えられる言葉、写真、音、アイデアといった刺激のことだ。正しいミームの助けを借りれば、君は誰かさんの心を操ることだってできてしまう。実際にやってみせよう。SCP-2702-1 は黒板を回し、SCP-2702-2 に向けてシートを持ち上げる。SCP-2702-2 には影響を受けた様子を見せない。プレスコット、一体どうしたんだ？どうしてケンケンしない？教授、頭のネジが足りないんじゃないですか。ロボットの私が言えたぎりじゃないですかね。録音の笑い声。その手の大型な精神作用トリックは、ロボットの私には通じないですよ。SCP-2702-1 は大げさに自分の額を叩く。そうとも、君の言う通りだ。しかしそれじゃ、誰でこれを実験しようか？視聴者の皆さんなんてどうです？素晴らしいアイデアだ、プレスコット。
SCP-2702-1 は黒板にシートをかけ直し、反転させて再びカメラに向き直る。今から君たちに見せるのは、私が考え出した単純な目で見るタイプの認識操作手段だよ。一度目にすると、君は10秒間、片足ジャンプすることになる。もしそんなおバカなことはしたくないって子は、今、目を閉じていいんだよ。開いても大丈夫になったら教えてあげよう。SCP-2702-1 は黒板からシートを持ち上げ、データ削除を表示する。実験の結果、番組の視聴者は SCP-2702-1 の説明通りの影響を受けることが証明された。約10秒後、SCP-2702-1 は黒板上にシートを戻す。見ないことにした子は、もう目を開けても平気だよ。もし見たとしたら、なかなか面白かったろう。どうしてこんな風になるのか知りたいと思ってるんじゃないのかい？だがそれが知りたいからジャンプしたに違いないですよ。録音の笑い声。場面は SCP-2702-1 がグリーンスクリーンの前に立ち、データ削除を見せているシーンへ移行する。電車の残りへのアクセス要求は円博士までお願いします。以下は SCP-2702 の現在放送されたエピソードの部分的リストです。エピソードを記録する研究者は以下の書式を使用してください。エピソードのタイトル。X 期 X 話、エピソードの名前。エピソードの簡単な要約。基本的な流れとエピソードの対象。異常実験の簡単な要約。目標と実験の手順、結果。中、追加文書、オプション。一期一は、地球外生物と君たち。SCP-2702-1 は起源不明の生きた生物学的標本を解説しており、標本のいくつかは知性を持っているように見える。SCP-2702-1 は彼らの種族と起源の惑星を特定し始め、それぞれに簡単な要約を行う。地球外からの通信を傍受するための、編集済み、使用を含む実験が行われた。実験を再現する試みは、SCP-2702-1 がアナライザーと呼ぶ特殊装置の欠如によって失敗している。中、SCP-2702-1 は、番組の視聴者が前述した装置を調達できるのは自明の理と考えているように見受けられた。一期には、お楽しみの新次元、SCP-2702-1 は多種多様な空間異常を紹介し、それらに伴う物理法則について解説する。実験は、テレポーテーション、ブースの制作のために実施された。研究者は実験の再現において部分的成功を収めたものの、必要とされる資源とエネルギーは、非実用的という理由から、効果的に財団が使用する方向に回された。中、SCP-2702-1 の解説の検討を通して、異次元現象に関するいくつかの新たな知見が得られており、研究が進行中。一期さんは、無駄にする時間はない。エピソードは研究助手がいないことを嘆く SCP-2702-1 から始まる。SCP-2702-1 はロボットを作ってこの状況を改善しようと決めるが、その後、未来に行って完成済みのロボットを持ってきた方が楽だと判断する。ある時点において、時間的なズレの結果、複数の SCP-2702-1 が画面上に現れる。実験はタイムトラベル達成のために超伝導体と有刺加速器を使用することを含む。このエピソードの実験を再現する研究者の試みは、これまでのところ成功していない。中、SCP-2702-2 の登場。一期4は、ミームと認識災害のすべて。SCP-2702-1 と SCP-2702-2 は、いくつかの実演を交えながら認識災害的ミームの性質を解説する。詳細については上記の転写を参照。精神作用媒体を作成するための手順が明示される。SCP-2702-1 は、親の許可なくこれらの媒体に危険な指示を吹き込まないよう視聴者に警告する。中、エピソードは効力のある視覚的ミーム媒体を一つ含んでいるが、脅威度はごくわずかである。様々な効果を持つ、いくつかの検閲された状態の認識災害も存在しており、
2000年、月、日時点で 67% が解読されている。このエピソードの分析は財団のミーム研究に大きく貢献した。一記号は、神、と怪物と、SCP-2702-1 と SCP-2702-2 には世界中の様々な場所を訪れ、壊れた神の教会を含め、様々な組織や文明の歴史と神話について解説する。実験は、編集済み、召喚のために設定された儀式を含む。SCP-2702-1 は、これは親の監督なしに行うべきではないと視聴者に警告する。10. このエピソードにおける儀式の再現は、封じ込め違反とサイト64の完全封鎖を引き起こした。収容は27人の死傷者を出した後に再確立された。2000年、月、日の時点で、SCP-2702 における実験の再現にはレベル4職員の許可が必要である。一記録は、AI の不思議。SCP-2702-1 は視聴者に対し、個人的な SCP-2702-2 の作り方を紹介しようとする。エピソードのそこかしこで、SCP-2702-2 の人格が様々な手段で改変される。AI コードを含むいくつかの実験が行われる。このエピソードの研究と実験の結果は、財団の AI 研究部門におけるレベル3クリアランスの下で閲覧が可能。中、なし。一期7は、SCP 財団、通常の実験室セットに変わり、このエピソードはサイト24で行われているように思われる。SCP-2702-1 と SCP-2702-2 は、警備員や研究者を避けながら施設に潜入し、財団や、彼らが遭遇した SCP オブジェクトの性質についての解説を行う。このエピソードでは実験は行われなかったが、SCP-2702-1 は SCP 報告書を執筆するための適切な形式のチュートリアルを提供した。中、このエピソードにおける財団の描写と解説は、警備員と保安部隊が漫画的な不適当さで描写された点を除けば、極めて正確である。放送中にサイト24に詰めていた数人の職員は、記録上において特定が可能。番組で示されたセキュリティ侵害は、これまでサイト24で記録されていない。一期8は、いかにして終わるか。SCP-2702-1 と SCP-2702-2 は、潜在的に CK クラス再構築シナリオ、XK クラス世界終焉シナリオ、GK クラス現実不全シナリオ、およびその他の類似したシナリオに繋がる可能性があるいくつかの状況について解説する。扱われたトピックには制御不能の自己複製ナノテクノロジー、グレイ、グー、シナリオ、SCP の収容失敗、および地球と、編集済み、の衝突が含まれる。SCP-2702-1 は、これらが多くの似たような潜在的イベントのほんの一部でしかないという事実を強調する。SCP-2702-1 に促され、SCP-2702-2 は地球と、編集済み、の潜在的な衝突イベントを詳しく調べるためにコンピュータ、シミュレーションの反復を数百回実行する。各反復は個別には示されなかったが、最終的な結果は番組の最後でまとめられた。財団とその他幼稚遊戯団体の潜在的対応を考慮に入れているにもかかわらず、シミュレーションは不可避的に衝突から1ヶ月以内の GH、クラスデッドグリーンハウスシナリオで完結した。中、エピソードの視聴後、財団の天文学者は、編集済み、の特定に成功。その非ニュートン特性のため、近い将来の地球との衝突の可能性は、現在推定することができない。